栃木県のどこかにあるという道遊酒場。ここには不思議と栃木愛にあふれる客が集まり、夜な夜な大人たちによる熱い栃木談義が交わされる。夏の楽しみシリーズ、海でバーベキュー、あるある、彼と線香花火、しょーしょか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 と落ちた、あるある、プロ野球を見ながら枝豆とビール、ある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 。いらっしゃいませ。本日のお客さんは日本通運株式会社宇都宮支店支店長の藤本達也さんと、株式会社イタツー代表取締役社長の板橋信之さんです。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。おいしい。栃木なお通しは中川町の手作りソーセージ。お二人ともこう足利にゆかりがあるということで、足利ご出身。私はもともと足利生まれで、まあ一時東京行きましたけども、まあ、実質足利にだから40年ぐらい住んでます。で、支店長はね、そうです、たまたまあの、群馬の東の方の支店を担当しまして、その時に住むんだったら東京にも近いですし、特急が通ってるんですけど、東部の、総武特急の駅も東京側に一つあるんで、あのぜひ足利市の駅の近くがいいですよっていうことで、何もわからないままそこに住んだんです。そう、そこでそういうアドバイスを受けて住んでいただいたということで。最初の印象というのはいかがでした？私が住んだ町は最初行った時に足利市の駅と足利の駅と2つあるということは何も分からずに足利駅と足利市駅、で東部しかないもんだと最初思って行きましたね。そうですよね、はい、東京は東部ですからね、まあ、ご承知でもね、住まれたからあれでしょうけども、あの辺足利と太田市とかこんなように入り組んでて、もう群馬県と栃木県がごちゃ混ぜになってるんですよ。分かんないですね、あの車のナビゲーションが忙しいですよね。そうなんですよ。忙しいというのは、栃木に入りました、群馬に入りましたってずっと言ってるんですよ。あ、もうこう進んでるだけで1キロぐらいで 3,4 回変わるんですよね。そうそう、私の知り合いのうちなんて、あの自宅は足利市で庭は太田市なんです。え、そうなんですか。そういう境界線上にある方いらっしゃってますね。まあそのぐらいちょっとね、文化も入り組んでるところなんですね、あの。どちらでも生活ができるというか。そうですね。そうなんですよ。それでやはりあの文化を感じるのは板橋さんの方ですよね。ああ、駅の、まあ、足利の駅の周りのところはやはり行くと文化を感じますよね。なかなか住んでるとね、そういうふうに思わないんですけども、外から来た方は足利は結構そういう文化があるよねって言ってもらえるんですね。なるほど。へえ。なんかあのその両毛地区ですね、はい、そのいろんな食の文化も発展してるという話も、はい、あのそれはですね、まあもともと両毛地区って足利とか桐生だとか、佐野も一部ありますけど、まあ、繊維がとても盛んな土地でですね、繊維業のいわゆる旦那衆みたいな方がいらっしゃったんですね。でそういう方がやっぱりその京都からお客さんを呼んだりだとか、まあ、そういう接待も兼ねて、そういう面で食文化が非常に栄えた土地柄でしてね、まあ、人口は大体15、6万ぐらいしかないんですけども、まあ、よくうちの親の世代なんか言ってるのが、その昔はその温泉場でもないのに芸者さんが約100人近くいたんです。そうですか。そういう料亭なんかで接待をしたりだとか、まあ、そういう文化がありまして、まあ、非常にそういうあの地方の一都市の割にはそういう食文化みたいなのが栄えてたってのがあるかもしれません。今でもそういうものが残ってたりするんですか。そうですね、まあ、麺街道ってよく言われてるんですけど、例えばそば、まあそばっていうとね、鹿沼とかあっちの方は当然有名ですけど、足利からそばは取れるわけじゃないんですけども、まあ、一山っていうお店があって、まあ、そこなんかは全国にお弟子さんを出すようなそういうそば屋さんがあったりとかですね、あと今でも料亭で総集楼っていう、昔もう100何年の建物をそのまま使ってこう出すようなお店があったり、
意外とその、外から来てくれるようなお店っていうのがまだ何軒かありますね、はい、そうなんですね。藤本さんはこう栃木とか足利とかそういった食のイメージって何かありますか？私はあの赴任してくるときに引き継ぎでですね、はい、米と、はい、それに肉、はい、で蕎麦、はい、この3つは美味しいからどこに行っても外れはないよって言われてきたんですよね。なるほど、なるほど。で来てみるともちろんその3つは外れてないですけど、はいはいはい、まず一番はやっぱ野菜ですね。ああ、こちらの方に言うとそうですかって大体の栃木の方はそうでしょって言っていただけるような、その正確な方じゃないで、そうですかって言っていただけるんですけど、まずは新鮮で安い。そうですね、安い、びっくりしました。あのキュウリでも花が黄色いままについてますよね。東京なんか言うとへたったやつがついてることはあるんですけど、黄色い花のそういった花の色のままがキュウリが後ろについて、夏になるとすごい量がまた安くいくらでも置いてるんですよね。確かに痛いぐらいです。痛い、トゲが新鮮な証拠ですね。そうですね、そういうのを見るとね、やっぱり野菜を食べるようになりましたね。やっぱり野菜も新鮮なうちの方がうまいの間違いないですもんね、はいはい、たくさん野菜を食べるようになりました。そうですよね。ちょっと私が見て気になったものがあって、はい、あの足利の肉なしシューマイ。あこれはもういわゆる B 級グルメの代表品みたいな形で、まあ、本当に小麦粉でしかないんですよ。でそれにソースをかけて食べますね。へ、肉が入ってないシューマイなんですか？はい、外だけみたいな。そう、皮みたいな。皮と小麦粉でこう、へ、それが結構ね、意外と懐かしくなっちゃうんですね。ちょっとお餅みたいな、そう、ふにゃふにゃって感じで、なんか透明感があるような。へ、うん、まあ、まさにパッと見はシューマイなんですね、形とかもね。でも醤油とかそのポン酢とかではないです。ソース、ソースなんです。へ、うん、お二人とも召し上がったことは？食べました。私は食べました。そうですか。ありがとうございます。どこで食べられるんですか？あの結構市内の町では、あの店では結構置いてるんです。ラーメン屋さんとかそういうところにももちろんあってますし、なんだと食べてみはずらびっくりしましたけど。そうですよ、なんだろうこれやって感じで。ソースで食べることっていうのはまず、そう、今までの中の人生の中で初めてでしたから、シューマイをソースで食べるっていうのは。でも私逆で、あのシューマイっていうのはソースで食べるもんだと思う。ああ、そうですよね。で初めていくつぐらいの時かな、ちゃんとした中華料理屋さん行くと醤油じゃないですか。はい、あ、醤油でも食べるんだと。へー、ずっと足利でそうやって育ってこられたから、ソースで食べるっていうのがあったんですよね、子供の頃。それちょっと私初めて聞きまして、意外でした。で、ね、驚きです。ソウルフードですよね、一つの。そうですね、あの方の多分パンジューっていうのは何ですか？あ、パンジュー、これはね、また僕は最初にですね何をやってるか分かんなくて、たまたま車で通過したんですよ、はいはい、そうすると屋台のようなものが出てるんですね、はい、でそれもね、神社の一角に屋台が入ってるんですよ、はい、何が売ってるか分からないで、休みの日にもう一回通ってみるとないんですね、はいはいはい、そこにないんですよ、やっぱり屋台だから引いてきてるんですよ、はい、そうするとその時にね、学生が高校生ぐらいかな、並んでるんですよ、12人以上、で何があるか分からないんで並んでみると、はい、パンジューという、まあ、あれ焼き菓子なんていうんですか、まんじゅうとパンのかけたんじゃないですか、パンジュー、焼きまんじゅうみたいな、焼きまんじゅうなんですけど、どっちかっていうと本当にあの日本のまんじゅうというよりはですね、なんていうの、このパン、本当にパンを焼いたみたいな、で中にあんこが入ってます。あんこ入ってますよね。 あんこ入ってるんですか？え、焼きたてなんです、それが焼きたて。でそれを焼きたてで食べると本当に美味しくて、へ、で結構列が、屋台なんですけど列ができちゃうわけです。安いんですよね。そうです、もともとが、はい、1個ね、20円とか30円とかなんです。そうそう、30円ぐらいです。安い、もっと前は安かったんだよって言われます、はい、僕が行った時も多分1個30円とかするなんですよ。そう、そんなもんです。大量に買って帰る方がいるんで、えらい並ぶんですよね。そうなんですよ、その通りなんですよ、はい、あの学生さんが並んでる時はいいんですよ、2個とか3個で買って帰るんですけど、はい、40個くださいとかね、っていう人がいると抱き上がるまでね、随分待つんですよね。それはもう近所の人とかでこう召し上がったりするんですかね。そう、近所の人も食べますし、わざわざ車で来て買っている人もいます、うん、そうするとね、うん、あのご覧になったでしょうけど、こう一個一個こうたこ焼きみたいにして焼いてるんですね。ラードなんか乗ってですね。そうなんです、そうなんです、
親子3名でやってました。私そうですよ、もう3代続いてますから。そうなんです。狭い ここより狭いですよ。この空間より狭いところに3人入ってガチャガチャ焼いて、そうなんですよ、1人が焼いて1人が包んでって、うん、絶妙なタイミングでやりますよね。そう、絶妙なんですね。もう黙々とやってます。本当黙々と。まあ一つちゃんといろんなとこ見ていただいてるじゃないですか。すごいですね。うう通りがけに見えるとこがいいんですよ、うんうん、そういう美味しいお店っていうのは通りがけにあのないじゃないですか。わかんないですもんね。結構あの、うん、入ったとこにあるでしょ、うんうん、通りではないですよ ね、うん、そうなんですね。目につかないとこですから、うんうん、いやでもね、まあ、ちょっと栃木県も外れちゃいますけど両毛地区っていうふうに考えると、うん、あのそれぞれの町に美味しいものがありまして、はい、まあ、例えば寿司なんかだと群馬県の館林には結構いい店があったりとか、あ、ね、あ、美味しいになりました。一応群馬担当です。ああ、そうですよね。うん、だから意外とあのセットで考えると面白いんですよ。名古屋はね、夜の街は結構こう、ね、きらびやかなもんもあるし、ね、ですね。うん、そうですね。じゃあ栃木にいながらそういった他の地区の部分も楽しめるっていう場所でもあるんですね。だからね、市は違うんですけど、その一つの地区っていうふうに考えると、まあ、なんていうんですかね、一つの経済圏みたいな形で、ね、たまたま栃木と群馬がこう分かれちゃってますけど、うん、最近でこそね、北関東自動車道だとかで、ね、うん、交通の便も良くなりましたけど、うん、やっぱり両毛地区は一つの両毛地区で固まってて、うん、で、まあ、宇都宮ね、周辺あったりとか、小山とか、自分はだからどっちかというとね、そういう、まあ、県っていうのはありますけど、こういう都市圏がいろんなところにこう栃木、群馬、茨城の中にできたら面白いんじゃないかななんて常々思ってるんですよ。そうですね、うん、あんまりこう全国的にも県をまたいで一つの地区としてやってる、そうなんですよ、ね、ところってあまり、普通ね、なんていうんでしょうか、その10万前後の都市っていうのはこう街道があるじゃないですか。その街道の宿場みたいな形で線上にあるっていうパターンは多いんですけども、うん、両毛地区はちょうどね、北九州と一緒なんですけど、こうブドウの房みたいにあるんですよ。ブドウの房みたいにこう10万ぐらいの都市があって、うん、まあ、本当はそれ一つになればだいたい 7,80 万ぐらいの人口にはなりますから、うん、県の形が食い込んでるんですよね。そうなんです、そうなんです。あの群馬の鶴の形のくちばしのところがぐっと栃木に食い込んでるものですから、そういう形になるんですね。そうなんですね。じゃあ栃木にいらっしゃった時にいろんな発見とかもあったんじゃないですか。そうですね、やっぱり群馬と栃木って海がないという面では、はいはい、まあ、一緒だろうという感じはしてたんですね、はいはい、でまず多分小麦文化なんだろうなと思ってたら、米が美味しいというからですね、はいはい、あれと思ったんですけど、確かに北の方の米なんて本当に美味しいですよね。そうですね、びっくりするぐらいにどこのお店に行っても定食を食べても美味しいですね、ご飯も、はい、確かにそれは似てる面で言うと、うん、食べ物の量が多いです。あ、食べる量昼のランチにしても量が群馬も多いです、栃木も多いんですよね、量が。確かにそれはあるかもしれないです、はい、やっぱりボリュームで売ってるみたいなところがね、多いですから、いっぱい食べて元気をつけてっていう、そうそうそう、そして歩かない文化が多いですからもう太るには間違いなくいい県ですよね。間違いないですね、はい、いらっしゃってからちょっと増えましたか。まあ、努力して1日とりあえず1万歩歩こうと思って朝散歩はしてますけど、すごいですね。いや、もうやらないとですね、ひどいことになりますからね。いや、私も東京で何年か暮らしてて、こっち戻ってくると、おっしゃる通りもっと運動できると思ったんですよ、うん、でもその極端なし、近所に行くにも車乗っちゃうでしょやろうと思わないと全然歩かないんですよ。そうですね、まあ、東京なんかだったらだって嫌おうでも毎日ね、階段もある上がるし、コンビニはもちろん歩いていきますけど、こちらだとね、近くのコンビニでも車で、ついでにね、車で行っちゃうでしょ、はい、本当に。そういう面ではその足利の時も散歩やってたんですけど、足利のあの渡良瀬橋の岸辺の渡良瀬川の川沿いですね、はいはい、いくつか橋が、はいはいはい、渡良瀬橋からず田中橋、はいはい、あの福寿大橋とか、はいはい、あの辺をですね、朝1時間ぐらい散歩してたんですよ。素晴らしい。
それはそれはね、素晴らしいロケーションですね、はい、川沿いの、ぜひ行っていただきたいぐらいに、ぜひ一回来てください ね、はい、ね、朝ですし気持ちいいでしょうね、はい、でも冬は厳しかったでしょ、冬ね、田中橋の風で飛ばされそうです、もうあの辺はあのね、かかあ殿下とからっ風っていう、本当風が強いんですよ皆さん歩いてますよね、たくさん歩いてますよ、あの川沿いに、うん、ものすごく整備されてるんですよ、うん、野球場からサッカー場、テニス、ね、一つ二つじゃないんですよ、川沿いにいくつもそういうのが設備があってですね、そうですね、あの草刈りもしっかりされててですね、整備がされてるからですね、綺麗で歩きやすいですよね、そうですね、うん、そういう支店長なんかも歩っていただきましたけど、まあ、ちょうどこう川があって山があってそういう磐梨とか足利尊氏のゆかりのあるお寺とかそういうのがあってですね、はい、まあ、ちょっと小京都みたいな形で PR をしてたこともありましたね、うんうん、歴史もありということですね、そうですね、だからそこがねやっぱり栃木県面白いと思うのは、まあ、宇都宮周辺、まあ、日光とかねいろいろありますけど、それぞれの地域でね面白いものがたくさんあるんですよ、間違いなく。だそれをもうちょっとこうね繋がんないですよね、そうなんです、車でしか繋がんないですよ、ね、そうなんですよ、うん、それが繋がるとね、栃木っていうのは、うん、行くところがたくさんあるぜってことになるでしょうけど、単発になっちゃいますよね、本当、そうなっちゃうんですね、やっぱりこう一つ一つ個々という感じですか、そうだからもうちょっとこううまく連携してねこうやるといいのかなと思うんですけども、まあ、よく言われますけど、ほら、あの先ほど支店長がお米のこととか、農産物のことを褒めていただきましたけど、やっぱりそういういいもんがもともとあるんですよ、うん、であの農産物に言うとね、私はほら群馬県の近くなんでどうしてもいろんな話を聞くと、まあ、群馬県も農産物あるんですけど、やっぱり圧倒的に群馬県って山が多いんですね、うん、で栃木県はやっぱり平野多いんですよ、うん、だ群馬県も農業をやってるんですけども、でキャベツだな、高原キャベツとか出してますけど、うん、じゃあ食品の加工業の出荷高を見ると群馬県の方が圧倒的に多いんですよ。で栃木県は生の野菜を出してます。で、あの群馬県は生の野菜も出してるんですけど、それだけだと量が足りないんで、それに一工夫加えた加工業は群馬県の方が圧倒的に多いんですね、うんうん、だそういうのも栃木県もこの近くにあるわけですから、うん、まあ、できればもうね、じゃあ群馬県のそういう会社と共同しても何でも構いませんけど、もう一工夫して出すともっと良くなるかなっていう気はするんですけど、確かにお互いの違いを、うん、そうですそうです、共にやっていくっていうところですかね、はいはいはい、どちらもあれを見てて、我々みたいな福岡の田舎から来るとですね、やはり裕福なんですね、結果的に私が思うのは。栃木の方も、まあ、栃木も今回も所得5位ぐらいですか、全国で、群馬の方もそうなんですよね、あのそんなに慌てないんですね、ギスギスしてないです。それはどちらも県も隣接してる県に似てると思うんですね。なるほどなるほど、はい、あのまあ、例えばお米もあるし野菜も家にあるので、最低限の生活ができるということですし、割とお二人で働いてる方も多くてですね、で車も出すから1人1家に4台とか5台とかいうのが結構ありますから、そういうベースがやはり豊かで、その裕福なんだと思うんですね、それは似てると思いますね。そうですよね、だから日通さんみたいなね、大きな企業にこの地域を頑張ってもらって、だって東京からママさん来られてたんでしょ、そしたらあの東京でね、うち買うって言ったらものすごいじゃないですか。そうですね、こっちでその金額出したらの浮きのうちですよね。車も持てる。車も持てるし。沖縄ちゃんも持てる。だからそういうのね、なんかもう本当にもうちょっと文化ね、お互いにこうこの北関東っていうんで切磋琢磨すると、首都圏から企業とか人がもっと来るんじゃないかなって思っちゃうんですけどね。宇都宮はそういう面では首都圏からのこうバックヤードというか後輩地として見て、はいはい、もう新幹線の駅が3つある県で、群馬は2つしか、まあ3つっても実際ありますけど、はいはい、あのちょっとしんどいですよね。なるほどなるほど。ここはやはり一番幹線の太平洋側の東北道沿いに3つの新幹線の駅を持っているというのは、ね、これはやはり強い県ですよね。そうですね、ま、そう言われてみるとね、でも都心の中であれだけ
人がいると、はい、じゃあ新幹線で1時間以内となると、はい、もう駅の周辺というのは大宮は飽和状態ですから、はいはいはい、そういう面では中核都市の宇都宮の中でも、はい、今東口はあれだけ空いてますから、まだ空いてますよね。あそこに1台、まあ、あの例えば年を取った方も、はい、小さいお子さんも住めるようなあそこに病院と一緒にですね、はい、作れば駅前にあれば多分都心の方は来ますよね。なるほど、都心からも引っ張られるというかね、はい、都心の方がそこに住んで50分で行くんであれば、はい、その都心の八王子だとか、はい、いろんなところから、まあ、千葉からにしても、はい、横浜からにしても、はい、50分で来るなんてみんな当たり前の時間ですよね。50分でちょっと行くんであれば十分通勤、はい、それも駅前ですから、駅に着いた時にはもう家に着いたようなロケーションで、実は私駅前に住んでるんですけど、そうです、着いた途端にもう自宅みたいなもんですから、はいはい、それは最後じゃないですか。1時間以内の駅前で住める超高層も含めて、はい、そういうロケーションとしてはね、はあ、東口にあれだけの土地があるんであれば、あ NRT ももちろん素晴らしいですけど、そこに入ってくるところに、そこに大きな町ができれば、間違いなく都心から流れてくる、そのポテンシャルはありますね。まあ、もちろん西口もまだこう土地はたくさんありますけど、東口はもうすでにもありますから、そうです、ね、あそこに病院も含めた一大、まあ、住宅地、まあ、構想になるんでしょうけど、を作れば、あの駅前のロータリーのところが駅とつながって駅中からずっとつながっていくと、素晴らしい潜在能力が高いと思うんですよね。ありますね。大宮ではもうそんな構想は無理です。だ宇都宮なんかもそういうふうなことをして、今の人口がもう一回り大きくなると、うん、またね次のこう、うん、あれになるんかなって気しますよね、うん、確かに意外と今ないかもしれませんね、そういったものが。そうですね、あんまり2時間もとなるとなかなか都会に住まれた方は行かないと思うんですけど、はい、1時間以内であれば十分に行くと思うんですよね、はい、そうですね、十分ですね、うん、宇都宮はそれだけ町の規模もありますから。宇都宮に来てビジネス的に感じたのはですね、はいはいはい、東北道のインターから市内のとこに入ってくるのにちょっと時間か、でもちょっと時間が読めないんですよね、はいはい、それビジネスっていう面では少しリスクがあるので、はいはいはい、できたらあの有料道路でいいですから、あのそのまま鹿沼の方でも宇都宮インターでもいいですから、そのまんまスッと入っていく、まあ首都高速ではない都市高速的なですね道路が宇都宮の市内の近くのところに、はいはい、せめて宮川あたりぐらいまでで降りてくれると、はい、市内までスッと入ってくれますので、ビジネスとしてはいいかもしれないですね。東北道からですね、はい、墓の工業の探知の方まで行くのにやっぱり少し時間がかかっちゃいますよね。この市内に入ってくるのもそう思うんですよね、はいはい、私住んでる福岡というのはそういう面では、はい、中にこう都市高速が張り巡らされてどこにも行けるようにこう降りていくものです。都心、ね、に降りていきますから、街の中にこれだけの街ですから、ビジネスの商売としてはスーッと降りてくれるとですね、時間が読めると、またあの観光の方もちょっとうちの目寄って帰ろうっていう時に時間が読めますよね。読めますね、まあ、あんなに長く距離じゃないですから、少しそういったね道路があればいいんじゃないかなと思いますけど。でさっきのお話戻っちゃうと、そういうのを支店長がしたようにいかにこうくっつけるかっていうかね、そうですね、やっぱり放射線上にこう動くようにありますから、もう少しこう円を描いて動けるんだったらいいですよね、全体的に。もしも那須から日光からとこういろんないいところが、はい、大谷とかたくさんいいところがあるんですけど、はい、単発の計画にそうなんです、自分で行こうと思った時、ツアーを組んでいただくとバスですからこう行くんでしょうけど、はいはい、単発で自分で行こうと思って足利が行って那須なって考えますよね。そうです、そうです、なかなかね同じ県内でも考えますよね、はいはい、もったいないですね。で、指示というとそのフラワーパークとあの佐野のアウトレット、はい、まあこの辺がセットで終わっちゃうみたいな。そうなんですね。あ、それはそれでいいんですけどね、せっかく違ういいもんもあるんで、もうちょっとこうね、工夫がしたいなと思いますよね。県がシャトルでも何でもいいですから繋いでいくと止まろうってことになるんですよね。そうです、そうです。フラワーパークとそこだけで朝のナウトリットだったら帰ろうってなりますね、はいはいはい、それからバスが何かシャトルでどっかで、はい、トランジットがあれば、はい、みんなのトランジットがあれば、ここからじゃあ行こうか、ここから那須に行こうか、ここから大谷に行こうかっていうのは、やっぱり最終的な結節はこの宇都宮ぐらいがいいんでしょうね。そこで建設でトランジットできるような交通 の, その旅行のシステムがあれば、やっぱりその動きやすいでしょうね。ネットワークじゃないですけど、インフラをね、ある程度整備すると、
もっともっと皆さん泊まるんじゃないですかね。だと思うんですよ。温泉でいいとこたくさんあるんですから、ね、泊まってほしいですよね。本当そうですよね。この足利学校だったりとか、そうですそうです、ね、あれも日本最古の学校ですからね。大学って言われてまして、あの私の出た小学校はあの史跡の上にあったんですよ。え、上、ええ、あの足利の東小学校って言うんですけど、はい、でもまあもともとその史跡の上だったんで、はい、じゃあそこをちゃんと復元しましょうって言うんで、あ、そうですか。残念ながら私の小学校になっちゃいやでも足利学校のね登録に貢献したということですかね。そうなんですよ。牧野 のイチョウの素晴らしいさすがよくご存知。足利学校のですね、一番その秋のイチョウ の、はい、あの黄色くなった時に見ると感動しますよね、はいはい、そうですね。それでは万なりに行って赤いもみじを見てというコースは最高コースですよね。ありがとうございます。やっぱり歩かないと分かんないね、それね。うーん、いいとこですよ。やっぱりね、そういう本当栃木県のね、良さっていうのをもっとやりたいなと思うと同時に、さっきも言ってましたけど、自分は県境に住んでんで、まあ、もっと群馬県、茨城県とももっとひっくるめて北関東を何とかしたいなと思うんですね。何かこう具体的にというか考えてらっしゃることとかあるんですか。まあ、例えばね、まあ、これ実現するかどうかわかりませんけど、まあ、とりあえず両毛地区でいうと、あの、まあ、足利太田とかあるじゃないですか。でそれぞれに市民会館とかやって、あの各市でこうイベントやってるんですね。でやってるんですけど、隣の市でやってることは本当に近いんですけど、あんまり情報入ってこないんですよ。だから例えばじゃあその持ち回りでもいいですから、5市が共同で大きなイベントを持って、外がねエンターテイナーを呼ぶということになると、あのよりあのなんていうんですか、こう有名な人も呼べるかもしれないし、でお互いがそこに行けば、一つのね、なかなか行政っていうのがあると県がまたいじゃうとこう一緒にできないこと多いんですけど、まあ、そういうできるところからやっていけばいいんじゃないかなと思うんですけど、アジアなんかだと日通さんがちゃんとそういうなんていうんでしょうか、その流通網を作っていただけるんで、我々みたいなその貿易みたいな商売をしている人間も安心してできるって言いますかね。どこに行かされるか恐ろしいですね。月のようにミャンマーできました。来月は、うん、もうインドが早かったですけど、はい、いろんなところでパキスタンが出ましたとか言って、はい、毎月のように更新されるんで、はい、誰が行くんだろうっていう従業員はみんな結構、それってあの全ての社員の方が海外に行く可能性っていうのはあります。あるんですか。これでラオスができましたとかですね、一つ一つ毎月のようにできるんですよ。どうか先に立候補しちゃった方がいいじゃないですか。いやいや国内で、はいはい、トップして海だけは越えないように今努力してます。なるほど。恐ろしいことですよ。高橋さんはこう、まあ、うちの会社はその、まあ、もともと先ほど足利って話しましたけども、繊維業が盛んな土地で、一番最初に、できたのはね、もう創業からすると120年超えてるんですね、うちの会社。で昔はその繊維業に、染料を売る仕事をしてたんですよ。でだんだんこう繊維が少しこう薄くなってきて、でさっきまた太田の話になっちゃいますけど、太田には中島飛行場っていう軍事の飛行場があってますね。でそこが今の富士重工さんなんですけど、で同じ色もんでもその塗料っていう工業用の方にシフトしたりして、でそれがまあ本業なんですよ。だけど先ほどの支店長さんのお話じゃないですけど、やっぱりそういうお客さんがありつつもこの地域で商売させてもらってるんで、まあ、ぜひそういったところに少しこう還元もしたいっていうのがありましてですね、ちょっと栃木界隈で知り合いがこう蜂蜜をですね、取る人間がいたんですよ。そうです、栃木と群馬と両方で取ってるんですけど、でその人間は本当に凝り性な人で、いわゆる純粋に蜂蜜を取るっていう製法を固くなに守ってるんですよ。まあ、ちょっと蜂蜜の話になっちゃうとあれなんですけど、蜂蜜大概のその製法っていうのは餌に砂糖水をあげるんですね。でそれで蜂がその砂糖水を餌にしていろんな花に取り行くっていう、まあ、これはもう、真っ当な製法なんですけど、
その人間はそこも砂糖水は使いたくないと言うんで、純粋にその蜂蜜だけでこう蜂を取るっていうようなことに非常に頑張ってるんですね。絶対それだけは守りたいっていう人がいて、で最初うちの会社でこうもらってたりしたんですけど、まあ冗談半分にじゃあうちで売るよみたいな話にスタートして蜂蜜をこうスタートしたんですよ。でまあ、だから本業とまるっきり関係ないんですけど、でもせっかくそんなに意味は蜂蜜なんで、まあ、うちのお客さんなんかでこうお菓子を作ってるお客さんなんかもあるんで、そことタイアップをして、蜂蜜入りのワッフルっていうのを作ったんですね、はい、でそんなのも販売して、まあ、なかなかこう遊びみたいにしてね、ちょっとそういう事業をスタートしたんですけど、今だんだんこう全体的に盛り上がってきて、まあ、一部売ろうなんていう形で。あら、ありがとうございます。これはいろいろ栃木のあれでテレビなんかでも、栃木テレビさんなんかでも紹介もしていただいたことがあって。本当だ、販売者株式会社イタツって書いてますね。レンガハニーガーデン。そうですね、レンガっていう、まあ、ちょっとそういうハニーガーデンってブランドみたいのを作りましてですね。いただいても。あ、どうぞぜひ一回食べてください。すいません、なんかいきなりデザートみたいな。いただきます。へえ、じゃ今ちょっと販売もされてるわけですね。そうですね、うん、それはね、蜂蜜の入ったキャラメル味ってまだできたばっかりなんですけど。あ、そうなんですか、いろんな味があるんですか、うん、そうだ、とちおとめのピューレを入れたやつも作りました、うん、じゃあ今から広げていくんですね、味も。まあ、そうですね、いくつかこう広げて、まあ、地元のものをこういろんな方に食べていただけたらいいかなっていうぐらいなんですけど、賞味期限のある商売は今までやれてないから大変じゃないですか。そうなんですけどね、意外とね、化学品も賞味期限がございまして。そうなんですか。そうなんですよ。あ、そうですか。接着剤とかいうのは、はい、もうやっぱり半年以内に使わなきゃいけないとか。そうなんですか。ちょっといただきます。あ、すいません、うん、あ、女性の方が食べれば、蜂蜜の香りがすごいですね、うん、さすがママ。本当にもうすごい口に入れた瞬間にふわって鼻に抜ける華やかな蜂蜜の香り。嬉しいですね。美味しいこれ。うーん、もちろんワッフルも柔らかさがあるんですけど、うん、何よりこの香りがすごい。そこはなんかちょっとこだわっちゃったみたいな。へえ、すごいコクのある感じ で、 そうでしょ、甘さもちょうどよくて。うーん、藤本さん、こちらは何ですか。これうちの車をモデルにしたあの USB です。あら、嬉しいね。そのまま語るとお子さんがですね、あ、何も置かずにそのまま使っちゃうんですけど、これを引き抜けるんです。かわいい。それをピッて引き抜く。ここですか、はい、ここ引き抜くんですか。あ、本当だ。これ USB になってる。よいしょよいしょ。おー、本当だ。ぜひ仕事でお使いください。ありがとうございます。これパソコンに刺さってたら面白いですね。車に行けますね、これは。なかなか面白い。このグッズは喜んじゃうわ、子供も自分も喜んじゃう。お子さん全然興味ないですから、ただトラックで遊んでるだけ。